顔からスーツのことならテイラーグレイス。皆さんこんにちは、テイラーグレイスの東春です。今日は新しくなったフィッティングルームのご紹介をします。はい、今日は新しくなったフィッティングルームのご紹介なんですけれども、まずは最初にこちらの動画をご覧ください。テイラーグレイスの東春です。今回テイラーグレイスのフィッティングルームが新しく生まれ変わることになりました。まあ、今はこんな感じなんですけれども、割とシンプルなんですけれども、これがめちゃくちゃおしゃれに大変身する予定ですので、お楽しみに。はい、今見ていただいた動画が9月の中旬頃だったんですけれども、今が10月中旬、まあ、約1ヶ月前ですね。なのでまだインスタとかではちらっと見せたんですけど、まあ、YouTube ではですね、じっくりフィッティングルームについてはご紹介してなかったので、もう改めてですね、一から説明していきたいなと思います。コンセプトとか壁紙選びとかいろいろこだわったので、まずはですね、公開したいと思います。いきますよ。はい、引っ張りますね。1! おぉすごい、こんな感じになりました。新しいフィッティングルームでーす。で、まずなんですけど、テーマカラー赤です。いろいろ候補としては、どんなまず雰囲気のお部屋にしたいかっていうところから、森田といろいろ候補を出し合ってイメージをですね考えてたんですけど、まずスーツのイメージとか、スーツにまつわるものがいいなっていうものがあって、出ましたよね、候補ね。そうですね、うん、かなり見ましたね、いろんな。ですよね、壁紙たちを、うんうん、おしゃれな海外の雰囲気だったりとか、スーツに合うアイテムが壁紙に散らばってたらいいなっていうことで、いろいろチェックとかはしてたんですけど、まあ中には夜景とか、まあ、おしゃれな雰囲気の、海外でいうとなんか橋があってとか、大きなタワーがあってとか、いろいろ連想して候補を出していったんですけど、まあ、何よりもやっぱり大事にしたかったのは、ここで出来上がったこうスーツを着てお客様が写真を撮ってもらいたいなっていう思いを大事に考えていった中でいくと、夜景とかだとやっぱり紺とか黒のスーツがお客様としては多いので、背景が黒だったりとかするとスーツが映えないんじゃないかとかね、いろいろなことを想像しながらですね、スーツが映える真逆にあるような色味を持ってこようということで、インパクトの強い赤に最終的には決まりました。で、赤の壁紙も本当にいろいろありましたよね。ありましたね、日本の壁紙ももちろん見たんですけど、ここのお店のデザインを手掛けてくれたデザイナーさんが海外の壁紙をお勧めしてくれたんですよね。そうですね、うん、海外の壁紙の方がやっぱりおしゃれなものが多いということで、ここの今あるテイラーグレイスの雰囲気に合うようなものをあらかじめピックアップしてくれてたので、持ってきてもらって実際に選ぶっていう段階になった時は割とあっさり決まりましたよね。そうですね、うんうん、なんかいろんな候補があったんですけど、最終的にはこの全く同じ絵で別の色っていうものもありましたよね、確か。そうですね、黄色とかありましたね。ありましたよね。それもおしゃれだったんですけどね。そうそう、それはそういうおしゃれだったんだけど、なんかやっぱり最終的にはほぼ意見はもう一致してましたよね。そうですね、割れることなく、うん、割とスムーズに決まったかもしれないですね。そうですね、うん、実際工事にかかるまでも時間がかかって、まあ、まず取り寄せるのが時間がかかったからですね。でも海外からだからですね、うん、なかなかこう時間をかけながら、じらされながら私たちもですね、うん、結果工事としては1日で終わったんですけど、そうですね、正直実際にあの紙で選んだ時よりも、やっぱこういう壁紙になった姿を見た時に思ったよりも良かったですよね。そうですね、うん、しっくりきたというか、うん、サンプルがもっとちっちゃかったから、うん、どんなになるんだろうって不安はありましたよね、イメージがちょっと分からなかったっ、派手すぎるかなとか、ね、そうですね、そう、はい、合うのかなとか、下品になっても嫌だし、うん、でも地味でも嫌だしみたいな、そうなんですよね。狭い空間の中でどうこの世界観が表現されるんだろうとかですね、いろいろあったんですけど、結果絵の中にこう、スーツを着た人物がいるっていうのが、例えば風景とかだったら奥行きだったりこう広さが出ないので、この空間だとですね、うん、そういった意味でも風景画じゃなくてこういう絵みたいな、絵画みたいな、うん、ものを選べてよかったなと思ってます、うん、なのでフィッティングをされたお客様がお着替えする直前にですね、スーツまた脱ぐ前にちょっと自分で自撮りとか、ここに鏡があるのでこうやってね写真を撮ってほしいなっていうことで、そうそうそう、鏡つけてね、こうやってね、はい、撮ってほしいなっていうことも
イメージもして、まだでも実際に誰もやってくれないけど、まあ、ゆくゆくはハッシュタグ、ね、テラグレイスとか、そうですね、どこかわかんないみたいな、この雰囲気どうしたらもうわかんないですもん、どこにいるんだろうみたいな。スーツ屋のこうフィッティングルームとは思えないような中で写真をこう記念に撮るっていうのができたらいいなと。あとすごくすごい下心でいくと、インスタとかで例えばハッシュタグでテイラーグレイスって言って検索した時に、この赤の壁紙のこの写真たちがバッて上がってくると、結構インパクトそれだけであるんじゃないかなと思って、開きたくなるような写真を、かっこいいスーツを着たお客様たちがね撮ってくれたら本当に嬉しいなっていう思いも込めて、みんなが喜んでくれる写真を撮りたくなるような空間ということをイメージして作りました。この地面もおしゃれですね。これはあの本当は普通のね、あの一緒の、同じような同系色のカーペットを引いてたんですけど、ちょっと合わせた方がいいだろうってことで、でも赤じゃなくて茶色が指定だったんですよね。茶色がいいかなって、ね、デザイナーさんが言ってくれてたので、まあ、これは私がネットで後日慌てて買いました。まあ、これもね本当はもうちょっとなんか合わせた方がいいのかな、もっと濃い茶色がいいのかなと思ったんですけど、まあ、これはこれでふかふかになっていいですね。はい、いい感じに仕上がりました。これ寝れそうですね。本当ですよ、これちょっとした部屋ぐらいありますよね。新しくなったフィッティングルーム含めテイラーグレイスの店内もですね、合わせて楽しんでいただけたら嬉しいなと思うので、この動画を見たお客様、もちろん下見の方たちでも全然いいんですけど、ちょっと見せてくださいって言ってね、写真とか撮ってもらえたら私たちも嬉しいので、お気軽にバイ写真撮ってください。はい、撮ってください。と、はい、いうことで新しいフィッティングルームの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。